それじゃあ最後は、今日と明日と明後日が私にとってみんなにとって世界にとって素晴らしい日でありますようにという思いを込めて Beautiful Days という曲を歌って終わりたいと思います。ありがとう、うん、もう私が言う前にみんな分かっているんですね。ありがとう。ワン、ツー、サー、ハイ。ギター、斉藤さんのギター。